狭き門は、フランスのノーベル文学賞受賞者、アンドレジットによる小説である。題名の、狭き門は、新約聖書のマタイ福音書、第七章第十三節に現れる、イエス・キリストの言葉に由来する。すなわち困難であっても多数派に言語をせず、救いに至る生き方の例えである。狂気門より入れ、滅に至る門は大きく、その道は、広しく、これより入るものを欲しい。 マタイ伝福音書7章13節物語の語り手であり、主人公でもあるジェロームは2歳年上の重視であるアリサに恋心を抱く。アリサもまたジェロームを愛しているが、彼女の妹のジュリエットもまたジェロームに好意を抱いていた。しかし、ジュリエットと周囲の人々は、両者が結ばれることに好意的であるも、神の国に憧れを持つ彼女は妹への遠慮もあり、 結婚をためらい続ける。それは、二人の思いを知ったジュリエットが身を引いてもなお、変わらなかった。アリサは、最終的に地上での幸福を放棄し、ジェロームとの結婚を諦めてついには命を落とす。残されたジェロームは、アリサが残した日記に綴られた自分への熱い思いを、胸に、すべてを忘れてしまうまで一人生きていくことを決める。この作品において、 アリサの自己犠牲の精神は美しく描かれている。しかしジットはこの作品を通して、アリサのような自己犠牲に対する批判を行った。ありがとうございます。